はい、こんにちは。漫画スクリプトドクター後藤です。今日はですね、漫画の中にある時間感覚についてお話ししていこうと思います。小回りなどをね、使って時間が流れていくっていうのを表現するのが漫画だと思うんですけれども、でもね、その時間の流れというこう流体のものをですね、一つの流れというものをね、一つ一つのコマにして瞬間を選んで書いていくっていうことになっていくので、どういうふうなことを考えて気をつけてそれを選んでいくと時間の流れっていうのを表現できるのか、そこのお話をしていこうと思います。この番組は漫画文法の大切さをみんなに広めて漫画作りを楽しくしていけることを応援していくチャンネルです。ぜひ画面右下の、ね、応援ボタンがあると思いますので、ぜひ応援お願いします。画面下にスマートフォンの場合は赤いチャンネル登録ボタンがあると思います。さあ、これね、なんでお話しようと思ったかというと、デイズ、コミックデイズの村松さんっていう方がですね、時間についてね、語ってたんですよね。このツイートは概要欄に貼っておこうと思うんですけれども、やっぱり上手い作家さんっていうのは時間の共有が上手いんじゃないかって言っていて、その中にいるキャラクターと読んでる読者っていうのがね、時間を一緒にして、豊かに伝わってくる。あ、確かにその通りだなと思っていて、時間を共有できなければ、なかなかその感覚っていうのは一緒にシンクロできないからね。キャラクターとシンクロするっていうのが大事だと思うんですけど、でもじゃあ難しくないですか？キャラクターと日常の生活を全てシンクロしてしまったら、やたら時間かかってもう話進まないですよね。のでだからずっとシンクロし続ければいいわけではなくて、ある程度パッパパッパね、シンクロを解いて進んでいかなくちゃいけないっていう場面もあるはず、ね、それをちゃんと分けて考えるっていうのが実はこう周りの中で大事だよっていう話を今日したいなと思ってます。さあね、もう結論ね、実は2つなんですけど、まず漫画の中に入っている時間っていうのは2種類あるんだっていうことに気づけてますか？気づいてもらいたいなと思っています。それは何かというと、まずね、漫画の中っていうのは、もう出来事が起きていくっていうシーンと、その出来事によって感情が生じているっていう感情のコマと、実は2種類あるんですね。出来事と感情の2種類あるんですよ。で、そこで流れてる感覚っていうのが、流れてる時間の感覚っていうのが違うはずです。そこにちょっと敏感になって自分の作品読み直したり、他の漫画とか読んでみてほしいんですけど、というのは、出来事っていうのは、もうバシバシパシパシね、早く早く進んでって、その瞬間瞬間いいとこ切り取って、状況さえ分かれば OK だと思います。その今何が起きているのかっていう、その状況さえ、状況の視認っていうのは結構早いんですね。パッと受け取れて、あ、そういう状況なんだっていうのは人間はすぐ分かる、というか分かるところを選んでほしいんだけど、ので、まあ、そこはもう、ね、もうその状況さえ分かるところを、ね、選んでいくと、すごい速度早く感じると思います。実は気づかないと思うんだけど、読んでる中でもそこはすごい情報を一瞬で得ていて、もうその物語上の時間っていうのは本当はそこに1時間あるのかもしれないけど、2秒で読めちゃったりすると思います。で、その後でもね、感情を体感するフェーズが来るんですけど、読者がね、そこにいる主人公がその感情を受け取るところがあるんだけど、これは割とリアルタイム、この現実の時間と揃えていかないとなかなか感情を受け取れきれないです。それは何でかっていうとね、殺された、誰かが、親友が殺された、悲しいみたいな、そのペースでは受け取れないじゃないですか。まず衝撃があって、ってなって、死んだのかって、そんなバカなみたいな、ね、ことになって、徐々に受け取っていて、その悲しみがややゆっくりと襲ってきてみたいな、そこの感覚はやはりこの現実世界と同じようにゆっくり書いていかないと読者は受け止めきれないんですね。なので実は緩急ついてて、出来事でバシ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 って、ね、速度が速く、1時間が一瞬で過ぎ、でその後、2分を、ね、その感情が動く2分をゆっくり書いてあげるみたいな、それが連続で起こってるってことに注意してみてほしいなって思ってますね。なので、ね、想像してほしいんですね。例えばね、じゃあ、今ね、5分後に爆弾が爆発しますっていう時があったとして、じゃあ1秒ごとにね、そのただただそのカウントダウンを時計が進んでいく、4分59秒、58秒、57秒、56秒っていうね、コマが全部分かれてて、ね、それが5分間見せ続けられたら、もううんざり極まりないでしょ。もう早く次何起きるのっていうのは、何を望んでるかっていう、次どんな感情が動くのっていうのを望んでるはずです。だから実はみんなが求めてるっていうのは、その一瞬ね、その一瞬でいいんですよ。もうあと5分だっていう状況、その一瞬からどんな風にそこにいる主人公たちが心を動かすのかっていう、そこを見たいと思ってるんですね。だから出来事のところはもう瞬間で OK、 数秒を切り取って OK で、そこからその後っていう、その感情のところね、5分だってやべえ、どうする、
あれをするべきか、これをするべきか、みたいな、その部分っていうのはゆったり書いてあげる。ね、もうモノローグとかも入れるでもいいし、もしくはモノローグ入れない作家さんだったら、ね、もう表情で語るとか、背中で語るとかしてもいいと思う。そうやって、感情をゆっくり伝えてあげるっていうのが一個ポイントになると思いますね。なので、まずその時間感覚として、そこに2種類の時間が流れているっていう出来事と、感情を示すところでは実は時間感覚が全然違うんだよっていうことに気づけると、学びになるんじゃないのかなって思っていますね。さあ、で、これでね、あともう一個補足としてあるとするならば、縦読みの漫画が今一番ね、最先端かもしれない。実はこの感情表現の部分でゆったり時間を取っていくっていうのは割とね、これ僕自身のこれ違うかもしれないけど感覚ね、昔の作品の方がこの時間を読者と共有して、一緒に使えてくる伝えてくるっていうのがもっと短い気がしてるんですね。ある出来事によって感情表現の部分っていうのが割と早いで、読者が想像しながらね、その一コマを読者がゆっくり読むことによって、感じ取るみたいなことになってたんじゃないのかなと思うんだけれども、今の作品はもうそもそもゆったり描かれていて、もう時間を共有していくっていう書き方になってるんじゃないかなと思います。で、それがどん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 その時間っていうのがどんどん現実の時間に近づいていっていて、で最先端が今縦読みの漫画、縦読みの縦スクロールのね、ウェブトゥーンとかの漫画っていうのはスマートフォンで読める縦読み漫画ね、もう全然流れてる時間っていうのがもう主人公たちキャラクターたちとこの現実との時間の流れっていうのがほぼもう一緒ぐらいなんじゃないかなという感じ、なのでもうそこでだからゆっくり感じるんじゃないかな。その代わりゆっくり感じるからこそもう時間が共通のもの、共有のもうリアルタイムと同じ時間なので、もうその分感情が豊かに伝わるとかそういう感じになってるんじゃないかなと思います。ちょっとそのあたりをね、確かめながらね、ウェブトゥーン縦読み漫画とか読んでもらうと、いろいろなんかこう自分の中の知見が学べるものがあったりするかもしれないね。さあという感じです。今日ね、周りの中にある時間ね、これはまず2種類の時間があるっていうことを自分の中で体感してみようっていうね、それを操れるようになるといいと思いますね。それでだから出来事の方にね時間取ってゆっくりやってもあんまり意味ないとか早く次の感情ってなっちゃうんで、そこで出来事はもう瞬間と切り取って伝わるところね、バシバシって書いちゃう。そしてあとは漢字をゆっくり書きましょうっていうのが、今日お伝えしたいことでした。さあ、じゃあ画面右下にチャンネル登録ボタン、応援ボタンがありますのでよかったらお願いします。スマートフォンの場合は下に赤いチャンネル登録ボタンがあります。そしてあとはですね、気づいたこととか、私こう思ったことみたいなね、この動画の感想ありましたらぜひツイートなどお待ちしておりますね。それを励みにやってたりします。ぜひお願いします。さあ、あとはおまけ動画などもありますのでよかったらファンボックスも見てみてください。無料で見れる動画も結構多いです。じゃあそんな感じです。ね、また次回です。またね。ここはね、ネームタンクの裏側の、テラスですね。いい屋根がついてる。じゃあ、またね。